森野雅彦チャンネルドラナイス。今回は藤井敦史選手について話していきます、はい、2005年のドラフト3巡目で入団されて通算1093試合、うん、634本の安打、45本のホームラン、はい、273打点で通算打率が2割6分2厘という時間を残されてますね、はい、そうですね、はい藤井選手はですね、まあ、地元ですね、はい、うん、愛知県のね、豊橋の方の豊橋東高校、はい、筑波大で NTT 西日本というふうな、ね、経歴を持って、ドラゴンズに入って、はいドラゴンズ一筋ですね、はい16年間、はい、やりましたけれども、やはりね、大学社会人で、ねプロ野球で16年やるというのは大したもんですし、はいうん、そこをね、よく頑張ったなと言ってあげなきゃいけないなと、はい、まずね、思います、はい、でですね、藤井選手16年間やりましたけれども、規定打席に一度も行かない選手、はいまあ、どちらかといったらサブ的な、うんうんうん選手なんですけども、はいどうでしょう、印象の方が強い選手かな。そうですね、うん、確かに良くも悪くもね、うーんもう藤井といったらね、これ皆さんねファンだったら知ってると思うんですけども、はい、本当にすごい仕事もするし、うんうん、すごいポカもするし、うん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 ね、そういう印象がこうあったと思います、はい、でですねまず珍しくですねせっかくのこの引退の話ですから、はい、いい方からですね行きましょう、いい方からいい方からですけども、うん、まず野球の方でね良かったなと、藤井のね、はい、やはりね、藤井という選手は野球に対して情熱がすごいあったなと、うん、うん、どっかね、遊び心を持ってる選手なんだけども、はい、やっぱ集中力とか、そういう一球に対する練習の仕方とかっていうのはやはりね、素晴らしいものがあったなと、あそうだったんですね、うんいうのはありました、はい、でね、継続して、うん、本当にね、コツコツ細かいことをやる選手、あ、うん、そうなんですね、なんか結構大胆なイメージもファンからしたらありますけど、あそうだね、でもね、メモをしたりすごい若い頃って先輩に言われた何か注意されたとか、うん、何かこう一言言われたって言った瞬間にメモに書く、そうなんですね、すごく真面目なそうだね、そういう一面がある選手なんだけども、逆にね、反面はそういうまあ、うん、おおらかでとかね、はい、うん、笑ってっていうような選手の一面もあったなというところですけども、うんはいまず成績の中でね、話したいなというのは2009年のね、はい、成績をこう見てもらうとですね、114試合に出て、はい、438打席、うんうんうん、で、401打数というふうになってるんですけども、はい、たった6打席ね、うん、足りなくて規定打席に行かなかった年なんですけどね、一番規定打席に一番近くて、レギュラーと言われてもおかしくない年だったんですけども、まあね、いろんなことがあった年だなと、藤井らしい年だなというふうには思う年ですね、2009年、はい、うん、まずね、その規定打席、6打席ですよ、たったあと6打席1試合半、そうですよ ね、 ね、1試合4打席と考えて、うん、6打席いったら1試合半なんですけども、新潟の方でね、終盤に骨折で脇腹和田さんと激突して骨折したんですね、その試合をすごいね、今でもこう強烈にインパクトありますけども、はい、和田さんの膝がね、藤井の肋骨にこう当たって、藤井が倒れてるのにみんな和田さんの心配をすると、ね、こんなシーンもありましたけど、うん、あれは痛かったでしょうね、ここに痛いですね、痛いね、そういうね、シーンもあってですね、6打席足りなかったり、うん、まあ、藤井とこう2人で話してですね、はい、まあ、皆さん知らないと思いますけど、まあ、それまでに試合に出てない、はい日もあったんですね、うん、それがなぜかね、仙台で、はい、あったんですけども、うん、仙台で試合に出てればそんなこともなかったですし、はいね、その後の北海道移動した時も試合に出れれば6打席はね、そうですね、立ったはずなのにという、ねものもありますからね、はい、この年で藤井らしいなというのは、打率の方もこの年2割9分9厘と、1厘で3割いかないというね、すごいです ね、 ね、この年すべてがもう少しと、うん、あとちょっとですね、うん、まあね、でもこれでもすごいね、僕のこう打点を争いした年なんですけども、はい、
そういうところで活躍してくれた選手の一人ですから、うん、ね、このぐらい の、成績を残す力はあった選手ですね、はい、でですね、藤井選手のもう一つね、今いいところ言いましたよね、はい、で悪いところ、悪いところ、はい、藤井選手ですね、うん、2006年からですね、はい、ということがですね、ドラゴンって優勝したのって日本シリーズ出てるの何年ですか？2006年と7年と10年と、はい、11年、うん、4シーズン、はい、日本シリーズ出てるんですけども、藤井選手もね当然試合出てますね、はい、1本もヒット打ってないです。あ、日本シリーズで1本もヒット打てずに、どんぐらいだったかな、24打数0安打ぐらいかな、そうだったんですね、そんぐらい打ってないんですよ藤井選手ね、日本シリーズでヒット1本も打てずに、こう現役を終わってしまったなと。うん、はい、痛かったですね、日本シリーズで。逆にゼロでよかったんじゃない？あ、逆に、うん、藤井らしくて。あ、藤井選手らしいですか？らしいらしい、ね、そういうのも藤井らしさでね、はい、いいなというところですし、藤井の、はい、まあ、一つね代名詞でもあるポカプレーね、ポカね、はいはい、ダメプレーね、うん、これね、もういつもなんだけど、広島戦、はい、でミーティングをするわけですよ。で広島というのはすごい牽制ピックオフね、ピッチャーがセカンド牽制したりファースト牽制したりするのがうまいチームなのね、はい、で藤井が打ちましたツーベース打ってセカンドランナーですと、ミーティングで危ないから、今すごいうまいから気をつけろよって言ったところで必ず藤井がねアウトになるっていう。いや、私も本当にそのイメージが一個すごい残ってて、うん、私も名古屋ドーム時代に見に行った試合で、うん、はい、本当に盛り上がってる中、うん、二塁で藤井選手がアウトになってしまうっていうのが本当に思い出深くて、ねえ、多分歴代のドラゴンズでスカンダルアウトになったら藤井が一番多いんじゃない？いや、そうですかね、ちょっと調べてほしいけど、そんな細かいこと出てこないしね。うん、まあでも藤井選手というのはそういうね、ポカとは言わないですけども、うん、まあ、やるぞやるぞほらやったっていうね、もうやっぱ気持ちがちょっと先走りすぎちゃってっていうのはあるんですかね。あるのかな、困ったもんだねやっぱもう熱い分気持ちが、うん、まあでもね、藤井らしさっていうのはね、そういう失敗にも出てきて面白いなと、はい、面白いですね、うん、まああとね、講師、まあだからどうだろうな、僕の私生活の方で藤井という選手はですね、はい、いろいろあるんですよ本当に。何から喋ろうかな。いろいろあるんですか。いろいろある。まずね、うん、遠征先、藤井がね、はい、森野さん、祝辞、東京ね、行きましょうよとかって言うと、はい、いいよ、行こうかってなるわけですね、うん、そしたらね、店指定してくるんですよ。え、あ、ここ連れてってくださいっていうことですか。うん、これ食べませんかみたいな、それが藤井が好きなご飯なのね。で俺も好きなんだけど、うんうんうん、俺もよく行く店で、はい、俺が好きなの知ってるから、うんうん、藤井は俺を誘ったら必ず行ってくれると思ってるから。あ、そういうことなんですね。そう、それで一緒に行って、藤井は後輩を誘ってるから、その後輩の分も俺が払う。そうなんですね。そう、まあでもね、観光料理屋さんなんだけど、すごい美味しくてね、よく行った印象がありますし、うん、本当にね、年が近くて、うん、すぐね、3つ下だったかな、藤井は、はい、うん、前回同様ね、中田健一と、はい、うん、同じようにゴルフもやるし、うん、食事も行くし、一緒に遊んだりね、はい、苦楽を共にした選手の一人でね、うん、まあ、本当にね、話し出したらキリがない選手の一人、はい、うん、どうでしょう、藤井の話ね、すごいたくさんあって、はい、何から話していいのかね、分かんないんですよね。あ、もうありすぎて、まあ、ありすぎて、うん、何から、じゃあちょっと奈々ちゃんの方からね、藤井選手の中あります？あ、やっぱり藤井選手といえば、うん、はい、チームの盛り上げ役というか、うん、っていうのはありますし、うん、私2019年にベースボールメイツを務めさせていただいた時の初めてホームラン賞を私にいた選手が藤井選手だったんですよ。しかもその試合が藤井選手が2軍から1軍に昇格して即スタメンになった、あ、覚えてるね、その日だったので、もう今でもすごく覚えています。そうだね、もう間近で、はい、本当に藤井選手がもうすごい興奮されてて、うん、もう私の渡したホームランのドアラのぬいぐるみもよっしゃーみたいな感じだったのでもうすごく印象深いですし、はいはい、その日のヒーローインタビューでも、うん、気さくに話しかけてくださったり、うん、今年からの頑張ってねみたいなことを話しかけてくださったので、
もすごく覚えてますし、うん、そうだね、印象深いですね、そのホームランね。俺はやっぱ藤井のヒット一番覚えてるのは、僕の引退試合で打ったね、サヨナラヒットはね、うん、ありました、私見に行ってましたよね、はい、本当にね、藤井はこう俺の引退試合で花を添えてくれた選手ね、あんなね、素晴らしい引退試合をね、こう僕の方に送ってもらって、はい、本当にね、ありがとうと言いたいですしね、うん、まだあるんですけども、はい、これ良くも悪くもなんですけど、うん、豊橋出身ですよね、はい、うん、で年に一度の豊橋球場ありますね、あるでしょ、はい、で藤井選手ってさ、どうだった、豊橋でサヨナラヒット打ったり、はい、めちゃめちゃ地元で打つイメージあります、でしょ、うん、でもこれね、最近なのそれ、あ、打ち出したの、それまで、まあ、落合監督時代ね、はい、藤井スタメンに行ったら、まあろくなことない、全く打てない、へ、うん、三三振したりね、もういいっすよ豊橋とかって言ったんだから、あ、そうなんですね、うん、それがね、たった一本の人でコロッと変わって、そこから豊橋行ったらなんか打つようになって、それもいいところでね、そうですよね、もうチャンスで絶対打ちますから、そう目立つような仕事をして、豊橋と言ったら藤井だと、地元に強い藤井っていう風にね、うん、なって、僕はね、でもね、それはそれでいいことだなと、うん、うん、やはりね、そうやって自分ではね、もういいです豊橋なんてって言ったものが好きになっていくね、人間を見るっていうのがいい、うん、いいし、あ、やっぱりね、藤井も諦めてなかったんだなと、うん、うん、地元の人にね、いい顔したいんだなっていうね、姿はね、印象残ってますね、うん、ファンの方も多分そのイメージ強いと思いますよ ね、だから最初のね、頃のそういう打ってないシーンって、僕たちが打ったんで別に消えてるんでね、あー、そっかそっかそっか、うん、その分、うん、うん、だから藤井で勝ったっていう試合がね、豊橋で数試合ね、見れて、はい、ほんと年に1回しかないんで、チャンスってこれね、うん、16回しかないわけですよ、16年、確かに、すごいことですよね、それでね、2回も立ち合いぐらい立ってるんじゃないかな、うん、それってすごいことですし、うん、本当にね、錦を飾るというふうに言いますけども、はい、藤井選手にとって豊橋というのは本当にね、最高のこうグラウンドだったのかなというふうに思ってね、はい、うん、まあ、ここまで藤井選手の話をしましたけども、うん、うん、まあ、本当思い入れが強くてね、みんなに愛された、うん、ね、選手の一人かなというふうに思います、はい、うん、本当にね、16年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。